です、今日はですね我が家というんですかねでハマってる、ホアジャオダレ、ちょっと舌がしびれるしびれるダレを作ってそちらで蒸し鶏を召し上がっていただこうと思ってます。では材料、まずこれはホアジャオダレの材料ですね。 お醤油です。大さじ2杯、お酢大さじ2杯で、鶏ガラ、まあコンソメでも大丈夫です。チキンコンソメ小さじ1杯で、甜麺醤を大さじ2杯。甜麺醤ってあのちょっと甘いやつですか？そうですね、甘味噌、味噌ではないんですけど中華の調味料ですね。で、こちらがメインというかホアジャオ、花に山椒の椒と書いてホアジャオ、こちらはあのしびれる辛さっていうんですかね、こちらをメインで入れていきます。こちらは大さじ1杯分なんですけども、お好みでどんどん足していってもいいですし減らしても大丈夫です。香りが立つので。で、そこにニンニク小さじ1杯分で、お砂糖、こちらも、大さじ1杯分ですね。で、ごまです。で、すりごまが本当はいいんですけど、普通のごまを手ですりこうちょっとこうすってですね、香りを立たせながらあのタレを作っていきますので。で、これが、火を使わないのでこれを混ぜるだけでホアジャオダレの完成でございます。今回は、ホアジャオダレを使って蒸し鶏、鶏ですね、ホアジャオダレをかけて召し上がっていただく形になります。蒸し鶏の作り方いろいろあると思いますけども、うちでのやり方をやってます。まずは胸肉ですね、鶏胸肉を2枚、フライパンにもう入れちゃってます。で、こちらにも直接お塩大体小さじ1杯分ぐらいですねかけていきます。このままお酒を入れて、お酒とお水入れて蒸し煮っていうんですかねにしていきますので、もうざっくりとフライパンでお塩しています。で、ここにお酒大さじ2杯分、料理酒お酒を2杯分入れます。で、お水です。お水入れて、で、中火でさせていきます。中火なのでちょっと沸騰するまでお時間かかりますけれども、ゆっくり火を入れることで鶏肉が硬くならない。レンジでチンしてもいいんですけれども、どうしても胸肉硬くなってパサパサしちゃうので、これは、フライパンでこういうふうに蒸し煮みたいな形にします。沸騰したら弱火でまた5分蓋をしたまま蒸し煮を続けていきます。はい、では沸騰してきましたので一回ちょっと開けてみますね。こういう感じでちょっと白く全部蒸されています。で、この後、弱火にします。ずっと沸騰したままだとお肉やっぱ硬くなってしまいますので、とりあえず5分弱火で蒸していきます。沸騰しないように弱火にしております。で、この5分の間にホアジャオダレを作っていきたいと思います。はい、ではホアジャオダレを作っていきます。本当に火を使わないで混ぜるだけです。まずお醤油入れます。お酢です。で、鶏ガラスープもまたはチキンコンソメですね。ホアジャオ入れます。で、ニンニクです。やれよ。はい、で、甜麺醤です。で、お砂糖を入れます。で、ごま、すりごまですね。ちょっとあの普通のごまだったので手で吸って香りを出して、で、入れます。で、混ぜます。もともと擦ってるごまの方があればいいんですけど、 ない場合はこう混ぜながら擦っていく感じで、今やった感じだと甜麺醤が僕の中ではちょっと少なかったかな。もうちょっととろみを出したいのでもう一回甜麺醤を足していきます。
で辛さが欲しい人ですね。フォアジャオのしびれじゃなくてピリッとした辛さが欲しい人、ここにラー油入れても全然大丈夫です。はい、でこれができましたので、あとは蒸し鶏ができたらこれをかけて食べていきたいと思います。はい、では5分経ちましたのでちょっと確かめてみます。はい、全体的に白くなってます。火が通ってるかちょっと確かめてみます。今やった感じ、あとはこの刺した感じでこう肉汁みたいな汁がキュッと出てきたんで完全に火が通ってる。はい、火が通ってます。で火を消して、でこのままここに入れた状態でしばらく、粗熱を取ってもいいんですけども、今日は温かい蒸し鶏を作りたいと思います。はい、では、だいぶ蒸されてますので切っていきます。暑い？暑いです。いい感じの色ですね。はい、ではこれを盛り付けていきたいと思います。はい、では盛り付けていきます。では下にちょっとですね、こういったサラダ菜を引いてあげて、1枚で大丈夫ですかね。でこちらのホアジャオダレをかけて、で完成です。餃子や冷ややっこにもかけて召し上がってみてください。はい、じゃあ早速いただいてみます。はい、いただきます。ちょっととろみがあってうまくね、こう鶏にまとわりついてるんで美味しそうですね。はい、じゃあいただきます。うん、香りがいいですね。まず、うん、美味しそうだよね。美味しいですね。うん、ごまも効いてますし、うん、ちょっとピリ辛で、うん、コチュジャン入れてるんで結構こうとろみがついてまろやかに素材に絡み合ってますね。うん、きゅうりをそのまま叩いてこれ和えるだけでも本当無限きゅうりすぐできると思うので本当におすすめですね。でとろみがねこんぐらいあるんですごく素材に乗っていきますんで、これはもう本当に紹興酒、ビール、何でも合いそうですね。私的には焼酎で飲みたいですね。ほんで本当に香りがいいですね。食べ終わりに鼻に本当に抜ける香りが本当にあるんで、夏場食欲落ちた時に本当にこのホワジョン、ホワジョン、ホワジャン、ホワジャン、ホワジャンを使うと本当食欲増進にもなりますし、本当にこれそうめんとかをつけても本当に美味しいと思いますので、何でも合う万能ソースだと思います。ぜひ皆さんも試してみてください。